速攻、中日ドラゴンズ、40イニングぶりに得点。点入ったう。無得点終わったあ。実質中日の勝ちか。柳が死んだ顔して草生えない。アホ草、みたいな顔してて草。得点が入ると記事になる球団。点だけ入れて、走塁死してるの芸術点高い。野手は頑張ってるのに、2点も取られてんのかよ。石川、飛び出すからビシエド生還させてクレメンス、大城、岡の下。これは立浪続投決定やろ。強し優打線の復活や。1点取ってなおビハインドなのに、1点の代償で3アウトになってるのが芸術的。せめて同点に追いついて、柳の重敗を消してくれ。なんで中日って広島以外から点取れないんだろうな。広島からはしこたま点取るのに。石川って打つのはいいけど、ずっとこういうことやってるからな。タイマンホームイン以降、走塁系のネタにほんとこと書かないな。打つ方はなんとかしました。中日ファンじゃないけどなんとか勝ってほしい。負けが続くと立浪の采配に付き合わされなあかんから辛いんよ。もう10失点投球なんか見たくない。石川がギリギリでやった自己犠牲かと思ったら、そうでもなくて草。立浪が必ず1点取れるけど、打者が必ずアウトになるボタンを押したのかな？中日って点取れたんだ、忘れてたわ。40イニングぶりというだけで面白いのに、さらにそうはならんやろという走塁ミスまでつけてくれるとは、エンタメ理解しすぎやろ。ちょっと感動するわ。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録よろしくお願いします。